さあダービーマッチです。アーセナル対トッテナムホットスパー、エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。選手一人一人がこの伝統の一戦、重みを受け止めピッチへと向かいます。スターティングイレブンです。数々の名勝負、サッカーファンに届けてきた伝統の一戦。素晴らしい戦いを期待しましょう。アーセナル対トッテナムホットスパー、名門同士、両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10をシーンによって使い分けることができる層が厚いチームですからね。強豪だからこそできる多彩なプレーに今日は注目したいところですよね。デイビス、前線にボールを送ります。ソン・フンミ、パスでつないで攻め込んでいきます。トッテナム、シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。1本目のシュートはトッテナム。ありました。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。大きく縦へ、ソン・フンミ、前半17分を経過。もう一つ前に行きたい。サイドを縦に走らせます。チャンスだ、シュート決まった。先制、トッテナム、アーセナル相手に先制。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。先制ゴールが決まりました。トッテナム、一旦主導権を握った形になりますけど、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。
ソン・フンミン、さあ仕掛けてくるのか。ヘイビャウ、ここはカットします。まだありますよ。つながります。スルーパスを出す。いい展開ですね。シュート、しのぐ、きた、アーセナル。これまたすぐに追いついちゃうんですよね。今日は動きのあるゲームですね。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。アーセナルここで追いつきました。すぐにね、取り返してきましたよね。これでもう全く分からない状態になりましたね。デイビス、奪い返します。デイビス、裏のスペースへ、ドルーズボール。ここでファウルをもらいます、アーセナル。さあ前半40分です。仕掛けてくるか、裏へのスルーパス。ボールがつながる。ここは競り勝ちます。ソン・フンミン、この試合ですでにアシストを記録しています。ソン・フンミン、裏へ届くか。まだいますよ。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。同点で前半折り返しという両チームです。非常に両チームの良さが出ていた前半ですよね、はい、プレースタイルの違いも見ていて面白かったですし、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。そうですね、前半は1対1の同点で終了しています。さあ後半開始のホイッスル。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。あー、これ要注意ですね。デイビス、ヘイビア、抜ければチャンス。味方を走らせる。打つのか。どうだ、シュート。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。これはファールでしょう。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが、注意に終わっています。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、どこ狙ってきますかね。どうだ、どうだ、このシュート。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここで前を向けるか。サイドのスペースを使う。クロス低い。
アーセナルとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですが、これどうなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分、どうしてもボールホルダーへのチェックは普段よりも遅れてしまいますよね、うん、ただディフェンダーとしては1対1のマッチアップは少なくともトレーニングしてますから対応できるはずですよね。逆に裏に出されてキーパーと1対1になってしまう方が失点につながる可能性は高いですけどね。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね。スペースへ出す、勝負のシーン、ここで丁寧にボールを扱う。さあ左サイドへ倒されます。みんな心配してますね。大丈夫ですかね。トッテナムはメンバーチェンジがあるようです。シュート、ダイレクトで合わせてきました。タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートでしたね。この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。そうですね、もうこれ以上点を取られないようにケアしてるんでしょうね。今日はシュートも結構打ってますからね。ソン・フンミン、ふわっとしたボール、ここ仕掛けてほしいですね。クリア、このピンチをなんとか出します。ヘイビア、ロングボールを入れてきます。ここでファールがありました。注意に終わります。トッテナムはメンバーチェンジです。動きとしては悪くなかったようにも見えるんですが、この交代をどうご覧になりますか。チャンスですよ。どうだ、スルーパス、トマパルティ、両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。まあどっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。素早いパスで攻め上がっていきます。サイドのスペースへ走らせる、シュート、きた、勝ち越し、トッテナム、トッテナムこれで勝ち越しです。一歩リード。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。
しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあトッテナム勝利に向けて一歩抜け出しました。トッテナムとしては大きな1点ですよね。今日一番のゴールじゃないでしょうかね。自分で行く、ここクリアで難を逃れます。裏のスペースを狙う、ここは読んでいました。トッテナムとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。時間かけずに攻めたいですよね。長い縦へのボール、トマパルティ、これはファールです。ルーズになる、チャンスだ。クロスを選択、クリアは精一杯です。ここで笛です。2対1、トッテナムなんとか1点差で勝ちました。大事な大事な一戦、さあいかがでしたか。トッテナムとしてはやっぱりこの対戦には